歌手、タレント、俳優、声優など多彩な分野で活躍する中川翔子さんは、中学生の頃にいじめが原因で不登校になり、死にたい夜を過ごしたという、そんな中川さんがいじめ体験を紹介しています。私が通っていた地元の公立小学校では、休み時間もみんなで仲良くワイワイ過ごしていました。私が漫画やゲームが好きなことも、絵を描くことも中翔の好きなこととみんな普通に受け止めてくれていました。成績や運動がいまいちでも生徒が好きなことを個性として育ててくれた担任の先生のおかげで、クラスの一人一人がそれぞれの得意なことをお互いに個性として認め合い楽しむことができた素晴らしい時間でした。ところが、私立の女子中学校に進学すると、状況が一変したんです。入学してすぐに、クラスの中はいくつかのグループに分かれました。クラスの空気を支配したのは、発言力の強い目立つ子たちのグループ。その他の子たちもそれぞれに小さなグループを作って過ごしている。小学校の時のように、誰とでも気軽に話したり、休み時間にみんなで自由に遊べるような雰囲気ではありませんでした。はっきりと、グループの階層ができていて、階層が違うと会話も交流もないのです。クラス内でのランク付けです。クラスの中にはボスのグループを頂点にした序列がはっきりと出来上がっていきました。一度、身分が決まってしまうと、もうそこから上がることは難しいです。恐ろしい無言の圧力と目に見えない序列がクラスを支配してしまうのです。中学になり、ガラリと空気感の変わったクラスで事件は起きました。私が中学に入学した頃は、プリクラ全盛の時代。誰もが友達とプリクラを撮っては、プリクラ帳にあふれんばかりに貼り付けて、お互いに見せ合っていました。けれど、私はプリクラ帳を持っていなかったのです。それは中学に入ってすぐの致命的なミスになってしまいました。入学して席が割り振られ、これからの中学生活にドキドキ期待に満ちた最初の時期、隣の席になった大人っぽい子からプリクラ帳を見せてと話しかけられます。私が持ってないのと答えると、じゃあ明日絶対持ってきてね、と言われました。すでにみんながプリクラ帳を見せ合い、楽しそうな雰囲気になっているのを見て、やばい、と思い慌ててプリクラを取りに行きました。急だったし、小学校の時の仲良しの友人とは学校が離れてしまったので、一人で、そしてプリクラ帳を持ってないけど、何か代わりになるものはないか、と、慌てて家中を探しました。おばあちゃんが和紙を貼って作ってくれた小さいノートを見つけ、急いで取ったプリクラを貼り、翌日学校に持って行きました。プリクラ帳を持ってきたよ、と、見せた時に周りの空気が一変しました。私は凍りつきました。何？一人プリクラだし変なノート。何それおかしくない。キモい。あ、間違えてしまった。やらかしてしまった。と、背筋が冷たくなった瞬間を覚えています。ちょっと空気が読めなかったり、ちょっと変わっていたり、ちょっと変だったり、それは個性としてではなく、キモい。とカウントされてしまうのです。例えば、自分があまり知らない話題で盛り上がっているとします。それでもうまく話に乗っかって立ち回れないと、たちまち輪から外されてしまいます。私はそれが下手でした。相手の好みに合わせてうまく振る舞うことができなかったのです。わからない話題を振られて、あわあわとしてしまうことが何度もありました。気づけば、隣の席の目立つ子は、たちまちクラスのボスグループに、そして、最初からしくじった私は挽回するチャンスも見つけられずに、明らかに立ち位置が最下層になっていきました。私は幼い頃から漫画やアニメ、ゲームが大好きでした。小学校の時はそんな私をみんなが受け入れてくれていたので、中学になるまでそれが変わったことだという認識は全くありませんでした。でも、中学のそのクラスでは、自分の机で一人絵を描いている私は、キモい存在として冷ややかな視線を浴びることになりました。あいつ絵ばっかり描いててオタクじゃね、キモいんだけどとボスグループの子たちから陰口を言われるようになるのに総時間はかかりませんでした。
オタク、今でこそこの言葉は一般的になりましたが、当時オタクであることはすなわちキモいことだったのです。クラスではボスグループが絶対で、ボスがキモいと言ったことで、私は完全にキモい子というレッテルを貼られました。それまで普通に話していた子たちもだんだん私から距離を置くようになっていきました。中学2年の秋の修学旅行での出来事は今でも鮮明に覚えています。宿泊先の部屋で、私は同じように絵を描くのが好きなこと、大好きな漫画の絵を描いていました。ルーズリーフに好きなキャラを描いた絵を交換するのがその頃のオタクグループのトレンドで、ワクワクする大事なことでした。すると突然ガッと襖が開いて、ボスグループの一人がいきなり吐き捨てるようにこう言ったのです。絵なんて描いてんじゃねえよ、キモいんだよ。彼女はそれだけ言うとピシャッと乱暴に襖を閉めて出て行きました。世界が真っ暗になりました。なんで、ただ絵を描くのが好きで静かに楽しんでいるだけなのに、自分の好きなことをいきなり否定されて、私は訳もわからず混乱していました。誰にも迷惑かけてないのに、なんでそんなことを言われなきゃいけないの。でもその気持ちは誰にもぶつけることができませんでした。そしてだんだん悲しくなってきました。静まり返った部屋で、その子と静かに絵をカバンにしまい、黙って過ごす悲しい時間になりました。そんな風に言われるくらいなら、いっそのこと絵を描くのをやめてしまおうかとも思いました。だけどやっぱり納得がいかない。大好きなことをやめてしまったら、私は私でなくなってしまいます。私は人に見られないように家でこっそり絵を描きました。学校では私が好きなことをしているのを見られるとキモいと思われる。学校に行くのがとても苦痛になった時期でした。いかがでしたか。今回は中川翔子さんの学生時代のエピソードでした。ご視聴ありがとうございました。